オーラが違います。はじめまして、美咲です。天王寺先生、京都、こういうことだったんですね。天馬先生、どうして派手な格好からしておかしいとは思ってたけど、まさかこういうところで働いていようとは。いや、これは違うんですよ。よし、引く。ですから、これには深い訳があるんです。言い訳無用、クビです。クビ、かわして発砲。六本木のキャバクラでナンバーワンだった私が、ひょんなことから高校教師になって1週間が過ぎた。サザンシーの岬、最後の夜です。どうか皆さんの笑顔で私を送ってください。乾杯！乾杯！先生になるつもりなんてまるでなかったんだけど、岬にしかできないことが他にあるの。恩人でもあるママから頼まれ、悩みに悩んで引き受けることになった。ところが、何ですか、その教師にあるまじき派手な格好は。これでも地味なの選んできたのに。私が勤めることになった箕面学園高校は伝統を重んじる名門校で、くれぐれも今まで夜のお仕事をしてたということは誰にも知られないように。ん？夜の仕事をしていたことは決して知られてはいけないらしい。しかも担任になった2年 Z 組というのが問題で。おはよう。あら、そこは落ちこぼれて学校にも来なくなった生徒たちのクラスだった。なんで？特に手ごわそうな生徒が5人。ちょっと待ってよ。ほっとけっつってんだろ。てめえら先行が俺らを切り捨てたんだろうが、今さら学校来いとかなんとか言ってんじゃねえよ。どうせ学校にもろくに来ない生徒です。退学にしたところで何の問題もありません。落ちこぼれ落ちこぼれって、あんたたちそうやってただ逃げてるだけじゃん。なんで誰かと比べなくちゃいけないの。自分が胸張って誇れるものを見つければいいじゃん。自分だけのナンバーワンをさ。正直、六本木でナンバーワンを張っていた私にとって教師なんて余裕だと思っていたけど、そんな簡単なものじゃなかった。完璧。でも私は決めた。よし、私諦めない。ちゃんと先生になる。あんたたちの先生になるから。私は決めた。あの教室を生徒でいっぱいにするって、本気で先生になるって。おはよう山田さん。また来たの。だって言ったじゃん、学校来てくれるまで毎日来るって。もう勘弁して。ちょっと山田さん、山田さん、おい山田さん、待ってるからね。なあ、桃園のテニス部に超可愛い子いる、知ってる？知ってる。まやちゃんだろ。あの子超可愛いよな。可愛いんだよ。なら絶対彼氏いるよ。ねえ、おはよう。またお前かよ。マジ暇なんだな。暇だよ。だって生徒いなかったら仕事にならないし。てかここ寒くない？学校あったかいよね。学校行こうよ。ねえ、学校行こう。だから行かねえって。行こうよ。行こう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 って。ねえ、ちょっといいじゃん、学校で
やべ、うわ、こっち来んぞ。おはよう、おはよう。おはよう。そろそろ学校来る気になった？なるわけねえだろ。学校って案外楽しいとこだよ。遊んでる方が楽しいに決まってんだろ。だから学校来ないの？悪いかよ。ほら、楽しいのもいろいろあった方がいいじゃん。行くぞ。待ってるからね。いつでもおいでよ。待ってるよ。こんなところでけえ声出してんじゃねえよ。ったく、うっとうしいっつんだ。けどあの人他の先生とはなんか違う気がする。先行なんかみんな同じだよ。そう、最初はいいこと言ってても俺らみたいな落ちこぼれは簡単に切り捨てんだよ。今までの先生がそうだったからってあの人もそうだとは限らないじゃん。同じだ。おはようございます。おはようございます。また今日もそんな格好して。京都、おはようございます。この格好まだ派手ですか？派手でしょ、完璧派手でしょ。男子生徒がね、目のやり場に困りますよ、そういう格好ではね。でも似合ってますよ。どうかです。ありがとうございます。全くこんな服どこで買ってくるんだか。え、あ、これはあの銀座の。聞いてません。すいません。銀座のどこで売ってるんですか？蛇島先生。はい。はっ、ところであなたまだ毎朝生徒のところに行ってるんですって？はい。そんな無駄なことはやめなさい。無駄？高校は義務教育ではないんです。自ら学ぶ意思のない生徒を無理やり来させる必要などありません。いやでも。生徒は一人でも来たんですか？それは。そんなことをするより就職活動でもした方がいいじゃないですか。はい、生徒がいないクラスに担任は必要ありませんから。はい。そんな簡単に辞めるわけにはいきません。お店辞めてまでついた仕事なんですから。お店。もうこんな時間だ、急がなきゃ。じゃあ、教頭の言う通りだよな。このまま生徒が来ないんじゃ。教頭に負けないでくださいね。校長、おはようございます。おはようございます、天王寺先生。負けないでって言われてもあの教頭相手じゃ。わかります、よくわかります。でも大丈夫です。六本木でナンバーワンを張ったあなたなら生徒たちの心を動かせるはずだと、サザンシーのママが太鼓判を押してくれたのですから。え、よろしくお願いしますね。陰ながら応援してますから。陰ながらって、まったくママも何勝手なこと言ってくれてんのか。えっ、やだ、どこかのいい男が私のこと噂してんのかしら。ねえぽっちくん、ママに変な男が言い寄ってきたらちゃんと守ってね。よし、おはよう。やっぱりか。
まりしつこいからさ。まそこまで言うなら来てやってもいいって思って。てか毎日うち来られたらたまんないし。少しは人の迷惑考えろよな。みんなありがとう、ありがとう、ありがとうね。みんなもありがとう、山田さんもありがとう。桜井さん、何に来てくれたんだ。夢だったから。よし、この調子で頑張るぞ。六本木ナンバーワンの名にかけて、よっしゃ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。残るはあの4人か。皆さん静かに。先生の話を聞いてください。やだ先生なんて。今ちょっと先生っぽくなかった？一回言ってみたかったんだよね。揃ったということで、少しでもみんなのことが知りたくてこんなん作っちゃいました。じゃーん、アンケートです。ここにみんなの好きなものとか嫌いなものとか将来の夢とかいろいろ書いて教えてね。さあ、ちょっとちょっと、おーい、小学生かっちゃう。六本木ナンバーワンの私を無視するなんて。あ、もしもし、カズマ？ねえ、学校来ないの？てか、なんでお前急に学校なんか行ってんだよ。いや、なんとなくだけど。どうせあの選考に丸め込まれたんじゃねえの？そんなんじゃないよ。俺らは行かねえから。学校来ねえのかだってさ。なんだよ、ゆいのやつ。だから先行みてえなこと言ってんじゃねえよ。
どうした？金入れたの出てこねえんだよ。あ、マジかよ。おい。本当だ。出てこない。なんだよ。おい。何やってんだ。金入れたのに出てこねえんだよ。だからってこんなことしていいのか。今の若いやつはすぐ切れるからな。うっせえよ永瀬。お前ら御堂学園か。だったら何なんだよ。御堂学園も落ちたもんだ。こんな連中がいるなんて。こんな連中ってどういう意味だよ。学校サボって周りに迷惑かけるような連中ってことだよ。なんだと。ディグレンジャーねえか。せっかくいい学校入ってもこれじゃ親も泣いてるな。大きなお世話なんだよ。何すんだ。叫んだよおっさん。やめろ。とんでもねえ奴らだな。こんなことしていいと思ってんのか。思ってたらどうだってんだよ。お前らなんかどうせ学校でも見放されてんだろ。いいか、お前らみたいな連中はな、誰にも相手にされないままろくでもねえ人生送るに決まってんだ。金を入れたかどうかも怪しいもんだ。てめえいい加減にしろよ。まさか御堂学園にあんな暴力的な生徒がいるなんて思ってもみなかったよ。本当に申し訳ございません。申し訳ありませんでした。謝りもしないでいなくなったんだよ。誠に申し訳ございません。明日彼らちゃんと謝りに来させてくださいよ。はい、生徒たちには自分たちのしたことの重大さをしっかり認識するように厳しく指導いたします。頼んますよ。はい。とんでもないことしてくれましたね。でもちゃんと謝れば許してもらえますよ。彼らが素直に謝るはずないでしょ。え、厳しい処分を考えなければいけませんね。厳しい処分って退学ってことですか。今度ばかりはしょうがないですよ。まったくニゼットの連中と来たろ。本当困ったもんですよね。そんな天王寺先生がこんなに頑張ってるのに。連れてきたんだよ。ごめん、私が無理に頼んだの。だからって酒屋さんを殴ったって本当？俺が殴った。それがどうかしたか。なんでそんなことしたの？あのおっさんがひでえこと言ったんだよ。俺だって殴ろうとしたよ。そうなんだ。でもどんな理由があっても殴っちゃダメだよ。みんなで謝りに行こう。は？謝ったら許してくれるから。冗談じゃねえよ。誰が行くか。でも謝んないと退学かもよ。だったらそれでもいい。だよな。どうしていいの？あのおっさんに言われたよ。どうせ俺らは誰にも相手にされないままろくでもない人生を送るに決まってるってさ。
本当その通りだからな。行こうぜ。ちょっと待って、ヨスケ。ねえカズマ。やっぱあの子たち何言っても変わんないのかな。先生って本当に大変な仕事なんですね。私もこの店入った頃は落ちこぼれだったから、あの子たちの気持ち少しは分かったつもりだったのにな。美咲さんは落ちこぼれ？うん、そうよ。何やっても失敗ばっかりでね。ママやる気だけはあったんだけど、物覚えが悪くて不器用で、なんとさじ投げようと思ったか。遅い、すいません。うわっ、はあ、こう、はい、こう、うん、逆逆、それとももうやめよっか。やります。でも美咲はくじけなかった。 あなたは変わった。それはママがいてくれたからです。ううん、美咲自身が変わろうという気持ちをちゃんと持ってたから変われたの。生徒たちにもそんな気持ちがあればいいんですけどね。そうですよね。どうしてないって言い切れるの？え、そんなの分かんないじゃない。見捨てないよね、あいつらのこと。え？みんな口では遊んでる方が楽しいって言ってるけど、本当は違うと思うんだ。本当は来たいんだよ、学校。でも学校来てもどうせまた邪魔者扱いされるだけだって分かってるんだよ。今までずっとそうだったし、この学校に私たちの味方はいないから、みんなこれ以上傷つくのが怖いんだよ。あいつらのこと見捨てないで。見捨てないよ、絶対に。ねえ、ちょっと待って、ちょっと待って、ごめん。
でもまた夜探してみるから。天王寺先生、たった今酒屋のご主人から電話がありました。生徒たちが謝罪に来ないと非常にご立腹されていて、今から警察に被害届を出しに行くとおっしゃってます。ついに警察沙汰ですよ。どうするんですか。そうなったら退学もやむを得ませんね。ちょっと待ってください。私お詫びしてきます。あなたが謝ってもしょうがないでしょ。行ってきます。いや、ま、ちょっと、ま、天童先生、どくも、あ、何回も何回もかけてくんなよ。カズマ、ねえ今どこ。ユイ、何なんだよ。一緒に来て。先生、被害届を出すって本当ですか。はい、ああいう奴らには悪いことは悪いと教えてやらないと。今から警察行く。待ってください。生徒が暴力を振るったことお詫びします。本当に申し訳ありませんでした。先生に謝られてもしょうがないよ。本人たちが謝らなきゃ。必ず謝らせます。無理だな、ああいう奴らは。何日かかっても何ヶ月かかっても謝らせます。だからお願いします。どこ行くんだよ。いいから。てかもしかして、すいません、私教師になったばっかりなんです。まだまだ失敗だらけで、生徒の気持ちもよく分かってません。だから時間はかかるかもしれません。でも必ずちゃんと謝らせます。どうかもう少し待ってください。彼らにやり直すチャンスをください。お願いします。あの人朝からずっとあんたたちのこと探してた。私も大人は敵だってずっと思ってたけど、あの人は違うんじゃないかな。あんな奴ら何言っても無駄ですよ。そんなことありません。それじゃ先生はあいつらがこれから変わるとでも言うんですか。はい、私はそう信じてます。誰だって変わりたいという気持ちさえあればいつからでもやり直せるって信じています。
お願いします。なんだお前ら。すいませんでした。申し訳ありませんでした。いいよ、最初からそうやって謝ってくれりゃそれでよかったんだ。さあもういいから。ありがとうございます。学校でね。なんだよあいつ。明日って。あのさ、あんた本気で思ってんのかよ、俺らが変われるって。思ってるよ。なんでそんなこと言えんだよ。これからちょっと付き合って。ここってだよな。ああ、うん、みんな入るよ。え、社会見学。社会見学。社会見学行くよ。なんでこんなとこ連れてきたんだよ。私前はここで働いてたの。マジかよ。うん、道理で。大学出たんだけど就職全滅でさ、挙句彼氏の借金の連帯保証人になって結局逃げられて、とんでもない借金だけが残ってさ。私も初めはこの仕事に偏見持ってたし、早く借金返して辞めようと思ってた。
あの頃は人生諦めてた。どん底だった。やり直せるはずがないし、人なんか信じられないって。でもね、ある人と出会って変われたの。どうせこれから先私の人生なんて、たかが知れてますし。その年で人生諦めてるのこと言ってんじゃないわよ。いつまでも後ろ向いてないで、前だけ見て本気で生きてみなさいよ。取締役昇格おめでとうございます。あの人がそばで見守ってくれたから、支えてくれたから今の私があるの。今月のナンバーワンは美咲ちゃん。え？私？おめでとう美咲。やりましたね美咲さん。おめでとう。よく頑張ったわね。ありがとうございます。私が変われたんだから変われない人なんてきっといない。一歩踏み出すかどうかの違いだけだと思うんだよね。お待たせいたしました。失礼します。水？さあ飲んだら帰るよ。え？あんたたちがこの店に来るにはまだ少し早いからね。自分で稼げる大人になったらまた遊びにおいで。ほらグラス持って。はい。乾杯。あんたここで働いてたこと学校にバレたらヤバいんじゃないの？うちらの学校厳しいからクビとかかもね。またのお越しをお待ちしております。あいつ俺らが学校にチクるとか考えねえのかな。考えてねえだろ。バカじゃねえの。先行のくせに。何考えてんの。生徒たちをこんなところに連れてくるなんて。すみません。でもあの子たちに私の気持ちを伝えるためにはこれしかないと思ったんです。いいんじゃない美咲らしくて。ママ本当ですか？先ほど酒屋のご主人から電話がありまして、自販機壊れてたそうなんです。生徒たちも謝ってくれたから今回は処分しないでくれっておっしゃってたそうですよ。それに自分もひどく言い過ぎたって。よかった。
よかったですね天の先生。はい。あ、すいません握ってしまった握ってしまった。まったく人騒がせな話ですよね。ですよね。あの子たちが謝るなんて。いて夢じゃないんですね。そうですよ、夢じゃないです。生徒たちはちゃんと謝ったんです。あ、それじゃあ先生方、今日も一日よろしくお願いいたします。お願いします。校長いて。おはよう。おはよう。おはよう。2年 Z 組やっと全員揃ったね。私は教師として新米だし何も偉そうなこと言えないけど、一つだけ約束します。私はあんたたちの味方になる。